はい、こんにちは、チェチェチャです。今回はアップデートにより一人用難易度が追加されたムヘトジーバの一撃討伐に挑戦したいと思います。初見プレイは討伐までに2週かかっちゃったんでリベンジです。装備は1層目はストームスリンガー1品、2層目は覚醒水ライトボウガンです。さあ1層目やることは決まってるんですけど、私結構ポカミスするんで毎回緊張します。よし行くぞ。まずは後ろ足に特殊弾を、ストームスリンガーの特殊弾を打ち込んで下の方まで押し込みます。この後3発打つと中に入るので後ろ足が壊れるまでこのまま打っちゃいます。打ちます。多分次ぐらいで壊れるんじゃないかな。壊れました。で電撃弾に戻して3、4発ぐらい打ったらこう落石で、またストームスリンガーを入れて頭に打っていきます。この後ムヘトジーバが地脈エネルギーを吸うので、そのタイミングで頭などにクラッチして傷をつけてこの層は終わりです。はい、来ました。あれ、おっちょ、間違えたんだけど、あー間に合わない。ほらー、ちゃちゃちゃ、すぐポカミスする戻りまーす。はい、2層目水ライトボウガンに持ち替えてます。天神の装備を着て、今回は毒煙玉を使います。私ね、ムヘトジーバで毒煙玉ほとんど使ったことなくて、というのもマルチだと毒煙玉使うと早く倒せるイコール V 破壊できるチャンスが減っちゃうんで、報酬減るかなと思って使ってはなかったんですよね。ムヘトジーバにおいてのマルチプレイで毒煙玉を使うかどうかに関しては結構メンバーとかやり方とかによって効率が変わってくると思うので正直わかんないんですけど、でこのソロ一撃討伐を目指すときは V 破壊よりも体力を削ることが大切なので今回は使ってます。で毒煙玉2つで毒になるので今毒状態になってくれてます。おおで2回目に関しては毒煙玉5個必要になるみたいなんですけど、これは3層目に取っとこうかなと思ってます。ダメージが与えづらい2層目で2回使うっていう方もいらっしゃるみたいです。よっと、ここはね私全然詰めてないんで何が正解かは分かりません。よっと、とりあえず前足に打って後ろ足に貫通するように打っていきます。怖い怖い、あ今めっちゃ怖かった。今の段差は怖かったぞ。いや、とにかく打ってく。やっぱ前足から後ろ足に貫通するように打つ方がダメージ入りそうですね。こう横から打つのもまあまあだけど、前から後ろにかけての方がダメージはよく入ってる気がする。やっと、うまいこといけば尻尾まで届いてるかもしれないし。よいしょ、ヒット数見るとなんかそんな感じしません？ほら、うおー危ねえ。よいしょ、もうちょっと前から張り付いて打たないと尻尾までは届かないのかな。ほい、きたー。今ね尻尾に当たってもそんなにダメージは出ないんですけど、臨界状態になった時の尻尾はかなりダメージ入るので、お、きたー。これね、先行スリンガー私抜刀したまま打てるっていうことすっかり忘れてて、前回はねわざわざ納刀して打ってたんで結構間に合わないっていう回もあったんですけど、コメントでご指摘いただきまして、ちょっと待ってよコメントでねご指摘いただいて思い出しました。ありがとうございます。よくねいろいろ忘れるんでご指摘ほんと感謝です。せっかく先行スリンガーで落としたのに。よいしょ、傷をつける、終了。
心なしか少し早い気もします。どうなんだろうな。やっぱ頭に打つと全然ダメージ入らないですね。よっ。あとお供に流風力大の武器をつけさせてます。ただこれねどのぐらい効果あるか全然わかんないんですよね。どうなんでしょうね。あと思ったのが、今は覚醒ミズライトボウガン使ってるんですけど、アルバトリオンのライトボウガンであれば滅竜弾も撃てるんで、ワンチャンありだったりするんですかね。ただ一度のリロードで装填できる弾の数が覚醒ミズライトボウガンより少ないので、 DPS 時間あたりのダメージ量、これが減っちゃうんですよね。なので滅竜弾でどのぐらいムヘトジーバが竜風やられになってくれるかが結構肝になってきそうですよね。よっと。これでもし一撃討伐できなかったら、ちょっとそっちでもやってみようかなとは思ってます。きたー。オーケー、ナイスー。いいよー。よいしょ。よし、こう。よしゃ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 。このままでも吐くかな。降りてきた。よしよし。これでなんとかダメージを与えて、そのままオッケー、吸ってくれた。よいしょ。傷をつける。これ皆さんは、あー、怖い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 。ムヘトジーバの右手と左手、どっちが攻撃しやすいですか。ふわこれだけマジで怖い。これだけマジで怖い。私はね、右手の方が結構攻撃しやすいので、よろけひるめの時はできれば右腕に、おーっと、傷を入れたいとこなんですけどね。ちょっとだいぶ余裕がなくてですね。いや、これミラボレアスとかアルバトリオンとかとまた別の意味で結構難しいと思うんですよ。はい、ふい、オッケー、移動。じゃあ弾を取りに帰ります。さあ3層目、まずは毒煙玉かな。多分ね、水冷弾足りないと思うんですよ。なので王の雫かなんかのタイミングで一回戻って弾は取りに帰ろうかなと思ってます。おーちょっと待って、ちょっと毒になってもらって、少しずつ命を削り取ろうというだけのことなんで、ちょっと待ってください。よいしょ。ふい。いや、頭全然入んないね。オッケーオッケー。さあ、早く臨界状態になるんだ。そして、ガスも出すんだ。やっぱね、結構ガス利用も大切だと思うんですよね。500ダメージだもんね。大きいよね。500だっけ ?1000 だっけ ?500 だったかな。よいしょ。ウィー、臨界状態。よいしょ。一回王の雫がないと、ガスは出てこないから。でも王の雫は、できるだけ止めたい。胸はね、そんなに狙わないでいいかなと思ってます。胸にね、ライトボウガン、攻撃入れてもそんなにダメージを稼げないので、よいしょ。それだったらね、前足から後ろ足に打った方がいいと思ってます。もちろん胸でダウンは取れるんですけど、やっと4人でいる時のダウンは強いんですけど、1人の時のダウンってそんなに、なので、よいしょ。オッケーオッケー。今回は胸は狙わないで行こうと思ってます。装衣脱ぎたい、脱いできたい。胸を狙わないって言いながら胸に当たってるけどねあー、怖い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 。今捕食だったらやばかった。はい、ちょっと待って。あ、来た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 。えい、オーケー、間に合う。なんとか、あー、登っちゃったか。オッケーラッキーラッキーラッキー。でもこれでガスが、あ、でも来たか。もう一回先行したらよかったね。まあまあ、これでガスが出てくれるので
ありということにしよう。ダメージソース置いときました。ねえ、この状態になるとな、ダメージがあんまり入んないからな。よしよし、この状態の時にまあガス当てたいですよね。ニュッと、まあ、ダウンに関しては臨界状態の方がもちろんいいんですけど、ニュッと。ただこの状態の時あんまりダメージを、あ、危ない与えられないから少しでも稼ぎたいんですよね。あ、これいけるか、まあ、無理かな。もうちょっと、もう一歩前かな。ガスバス爆発、よっと。あ、これいけんじゃない、いけそう。あれダメだった、ひるんでないもんね。ちょっともうダメだったっぽいかな。いや悔しい、よっと。これは結構なロスかもしれない。うわー、ちょっと待ってください。はい、押し込んじゃったお、臨界状態、臨界状態ですか、ナイス。うわー、ちょっと待ってね、撃ってく撃ってく、尻尾も当たるように。うわー、来た、助かる助かる助かる、それ助かる、オッケー、はい。おー、怖い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 、はい。あの後ろのガスまでちょっと誘導したいとこですね。そして吸ってくれる、これ尻尾、尻尾が当たってるからいけるのではとは思うんですが、このモーションをキャンセルしたくないいけるでしょ。あ、いけた、お、いけた、おおせっかくのダウンが、そんな、そんなのってないよ。よいしょ、でもダメージ与えれたのは美味しい。よいしょ、うまく通せないなー、よっ。お、この攻撃いいんですよね。この攻撃24時間365日続けてほしい。よっと、はい、あー来た、戻り玉戻り玞、このタイミングで玉補充します。ただいま、お、また岩を、え、また飛ぶの、また飛ぶの、ちょっと待って待って、どこ、これか、これだ、あれ、なんか、あれ、ここ行け、どこにいてもコントローラーが震えてダメ判定だったんですよね、まあ、ただ不屈があるんで逆にチャンスか。よいしょ、あ、またやってる、やばい、これまた王の種族来るかな、あ、また来たあ、あ、オッケーオッケーオッケー、ひるましたひるました、あー、おい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 、王の雫個体じゃないですか。ちょっと、まあ、ちゃんと岩置いてくれるからいいけどさ、結構時間取られるんだよね王の雫。よし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 、吸ってる、あとどんくらいエネルギー、オッケー、枯渇、あとは倒すだけ、あとは倒すだけぞ、怖い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 、よいしょ、麻痺麻痺入れちゃおう、王の雫するときにやるのが天才なんだが、私は普通に麻痺をしてしまうぜ、やった、オッケーオッケーオッケー、なかなかいいダメージでは、オッケーオッケーオッケー、はい、尻尾までね、ちゃんと若干通ってるので、なかなかいいダメージが出てる。おー、天才、そこ天才、あ、爆破しないのか、オッケー飛んで火にいる、飛んでガスにいる、笛のムヘト、ちょ待って、それも怖い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 、
やった。オッケー、オッケー。いけるのでは。またかよーい。ダメですか？あ、行きました、行きましたけど。あ、オッケー、オッケー、オッケー。いいよ。はい、そのまま、とどまっておいてくれ。あ、来た来た来た。おいしょおいしょ。ドクロ来た、ドクロ来た。ドクロ来たぞー。ちょっとー。どんだけ登る、どんだけ登るんや、これ。そしてあそこにガスがある。俺たちのガスが。さあ、行くぞ。行けるぞ。勝てる、勝てる。あ、ちょっと待って、怖い。ガス、ガス。ちょ、待って。はい、はい。よし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 。え、またちょっと待って。え、ない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 。あはははは。そんな。これが大自然かよ。やば。腹痛発動したけど、猫目しないからトントンやで。うぅ。まぁ、嘘、わぁ、危ない。おぉ、ちょ、ダメ、ダメでしょ。そういうのダメでしょ。うわぁ。睡眠難、いや、睡眠難。いいや。ちょっと、頑張ろう。頑張ろう。俺たちは頑張らねばならん。あ、後ろに、いいものが。いけ、オッケー。終わってくれ、頼む。ウェトジーバー、無事とは言いづらいですが、なんとか一撃討伐できました。18分25秒、2オツはしましたが、クリアタイムはまあまだまだ若干余裕がある感じでした。達成度は7。報酬少なそう。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。ソロでやるときはやっぱり1周目はポイントを稼いで、で2周目で討伐するっていう流れの方がいい可能性が高いですよね。じゃないと竜鉱石が全然足りないと思うので、ちょっとそのあたりも詰めてまた動画で投稿したいなと思います。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチもよろしくお願いします。またねー。